1分か2分ぐらい様子見てみて、それで、浮きが沈まないとか浮きに当たりが出ないようだったら、一回こうやって竿を煽って、誘いですね、カゴから餌を出すのと餌を動かすっていうのが誘いになりますので、こういうふうにしてまた、一旦待ちます。それでまたここからまた1分ぐらいしてもう当たりがないようだったら仕掛けを回収して、餌をつけて投げ直すっていう、この繰り返しです。